アバの大会に出場するためメンバーオーディションをすることになったチーム金子。今夜ついにメンバーが決定する。今回のテストはビーチフラッグ。 FPS に必要な反射神経と瞬発力をチェックします。ビーチフラッグちなみにやったことあるっていう人は？いやービーチフラッグないっすね。やっぱりそういうはしゃいだ種目とは離れた場所にいるのが実は芸人なんですよ。そのクラスとかで目立てずにこの世界でなんとか最後の手がかりをつかむっていうのが芸人なんで、やっぱそういうのは普段はしてないです。何の紹介してくれてるんですか？それ芸人の紹介してくれてる。芸人の説明して否定ができないな。分からない。最初に挑戦するのはコーヒールンバ平岡とゴッホ向井ブルー。すいません、はい、段差気になりませんか？そこの段差。段差この段差気になりません？これアバにもあります？段差とか。あ、しょっちゅうあります。あります。ありますか？上手さん。ゲームをね、やっぱりこの再現ちゃんとして忠実にしてるんですよ。全てアバに適性があるかどうかを見るためですから。なるほど、わかりました。はい、準備よろしいでしょうか？はい、はい、じゃあこれですね、はい、こうやって。なるほど、ビーチフラッグの嫌だろうな。それでは参りましょう。2回戦第1試合、用意スタート。うわ、やっぱこう速い、こう速い、足の回転全然違う。うわ、速い。おー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 、なんで違うかな。ここだけ見たらなんかギリギリ、ここだけ見たらギリゴッホ分かった。今取ろうとしてる、今奪おうとしてる。俺は下をギリで掴んでた絶対的な。ね、まだどっちの勝利で言ってないですからね。そうそう、判定取れば勝ちですか？はい、判定が勝者平岡。惜しいやん。惜しいやん。あと編集で何とかします。どうでしたか、井上さん？良かったと思います。ね、はい、2人とも激走でしたけど、ゴッホの若さもありましたけど、はい、後半のやっぱ平岡の追い上げっていうのが、そうですね、はい、追い上げました。良かったと思います。本当良かったと思います。ゆっくり寝てませんでしたか？いやゆっくり。で、1回戦は平岡の勝利ということになりました。よろしい、取りました。払ってください。いけちゃんと払ってください。平岡さん、この後お仕事あるんですよね？そうですね、はい、取り返しのつかないぐらい汚れました。もうやばいじゃない。2組目は栃木不笑いとラバ坊主小野島。行きましょう。2回戦第2試合、用意スタート。お、あ、一緒ぐらい、一緒ぐらい、いい勝負。もう小野島走り方、すいません、小野島来た。靴あの、小野島勝ったけど靴が両足ともバラバラのタイミングで脱げてるから。うわ、これはこれどういう着地なの？これは泣いてるじゃないですか。フラッグの着地じゃないよ。僕もこの後仕事なんで、なんとか汚したくないという気持ちが。前は前一戦目を見たね。後ろすげえ。なるほどね、一戦目を見て。すげえな。そして3組目は南国フォーカス、番号北川。よし、おスタンバイを。スタンバイ5人しかいない。はい、で、2人でやっちゃった。ちょっと待ってください。いや、負けた2人と3人でとかでいいじゃないですか。いや、もう俺らもう1回負けたやつはもうダメだから。そういう男の世界だから。うん、うん、あ、はい、うん、1人でやるんですか、ビーチの？うん、うん、そういうルールだから、そういう。ということで、マンゴー一人でビーチフラッグ。用意スタート。油断してた。でも早いわ。どうですか。どうですか、勝者。はい、マンゴー来た。でしょうね。でしょうね。危なかったね。でしょうね。いや、一人なんで。さあ、ということで以上3試合終わりまして、はい、井上さん、どうでしたこの3試合見て？いや、いい戦い方を見せていただいたので、すごく参考になりました。参考になったと。ありがとうございました。結果発表。今まで、はい、皆さんの運動神経見させていただきました。はい、それを踏まえ、井上さんと話し合って、はい、チーム金子メンバーを発表したいと思います。はい、新たに加わるのは仲のいい平岡。やった。というわけで、チーム金子新メンバーはコーヒールンバ平岡に決定。
そしてもしもの時の補欠メンバーもここで決めることに。発表を井上さんお願いします、はい、やっぱり経験のあるマンゴさんにお願いしたいと思っております。よろしくお願いします。なんと補欠メンバーは適当な扱いを受けていたマンゴーが選ばれた。さらにバクステからこちらの2人がメンバーに決定。次回からチーム金子が本格始動します。